今回は緊急のお知らせです。4年前に購入し撮影のため、試し貼りしたドッペルギャンガーのワンタッチテント T531 です。設営後、雨が降りました。テント出入り口のファスナーから雨が侵入し、床に置いていたモバイルバッテリー2万ミリアンペアが壊れました。このテントは雨の日は使用できません。単なる日よけと考える必要があります。概要欄にデビュー動画のリンクを貼りましたので、ご確認いただければ幸いです。よろしければ、高評価、チャンネル登録、お願いにゃー。